さあ、地獄が始まるぞ。紳士サナキの将として立ったアイク率いる。キャーサナキ様、アイク様。ボリベス大橋においてデイン軍に対処。圧勝。サナキは退却するデイン軍を追撃することなく、デイン国王ペリアスに向け、領内の通過のみを求める書状を送る。ところが、数日を経てもペリアスからの返書は一向に届かず、やむを得ず皇帝軍は進軍を強行。デイン中央部を避け山沿いに南下していった。なんてこったい。ちょっと通りますよ。十二章、生きてこそ。生きて帰るぞ。さあ、デイン軍サイドです。どうしてそんな倒れるなんてことに。あんたが言うのか、ペリアス王。ずっと具合が悪いのを隠していたんだ。士気に関わるからといって。うん。けどあんたたちが奇跡と呼んでいた力はもう使えない。たとえ使えたとしてもやらせない。俺は軍を抜ける。もう決めたことだ。ミカヤ殿には十分すぎるほどの重荷を背負ってもらいました。もう解放してあげましょう。考え直してくれ。ミカヤがいないと軍は立ち行かなくなる。ダメなんだ。それは俺たちには全く関係ない話だ。ミカヤを失うぐらいならデインがどうなろうと。もし軍を去るならミカヤは死ぬよ。ミカヤだけじゃない。君も死ぬ。僕も死ぬ。デイン国民は全て死ぬ。さて、申し訳ありませんが、デインはその要請に応じることはできません。余裕ないんす。バイバイ。死者殿、お偉いさんだぜ。ご機嫌うるわしゅう。我が国の魔道は日々画期的進歩を遂げておるのです。そう、この無能の杖もそう。なるほど。半獣どもを始末するためにデインからも軍をお借りしたい。ならばこのデインもろとも滅びていただくしかありませんな。ほう。なるほど。元老院の誠意。へえ。デインに対して無利息無期限で億単位のゴールドを貸し付けてくれるという内容でしたね。ちゃんとよく見ろよな。お、お返しします。何年かかっても必ず。なんか昔、ちょっと待ってください。これ、おお、翼が生えていらっしゃる。うわあ、一体どの国のことなんでしょうね。なんか誰とは言いませんが、しょっちゅう裏切ってばっかで行動の理念がよくわからない国があったような気がしますが。そんな馬鹿げた話があるか。本当だよ。
俺は信じないぞ。真実よ。さて、やるせないな。ペリアス。はい。ずっと一人で耐えてこられたんですね。まあ、そうだな。まあ、そう言うとあれなんだが。まあ、でもな。無理やり押さされてたかもしれんしな、どっちにしろ。元老院だもん。お。見つかったか、マスタークラウン。ミカヤ殿を連れて軍を去るのではなかったのか。もう無理だろう。デインを捨てても同じだろうか。デインという国を捨て他国に渡っても呪いはついてくるのだろうか。どうだろうな。どっちにしても滅びるデインを見捨てるなんてミカヤにできるわけがない。ほう、ブーツ。さざ軍資金。アイク、あのアイクが相手だからな。あと数も全然違うし。ノイス。新しい音か、好きだなあんたも。これをあんたに。今すぐでなくていい。ろくでもないことが起こったって顔をしてるぜ。俺に話すかどうか迷ってるんだろう。迷うぐらいならもう少し考えてみろ。ここにいる。決心がついたら来るといい。いつでもどうぞ。おっさん。さて、絶望的だな。どうすればいいんだろうね、こっち。ほんと。さて、フリーダのステータスはこんな感じ。技がえぐい。ないんだよね、残念ながら。さて、使いましょうか。マスタークラウン。さあ、デイン軍でのクラスチェンジはフリーダとなりました。さてさて、彼女がこの軍をどうにかしてくれるしかないですよね、正直。もう期待しかない。期待しかないというか、もうこの人しかいない。なんとかして助けてフリーダ。よろしくお願いします。まさかここまでフリーダさんが重い存在になろうとは思わなかった。エリー君はちょっと防御面がペラペラすぎる。期待してます。肝心の技があんまり伸びてねえな。では、輸送隊。一応リブローはミカヤが持てるってところはほんの少し安心できるところか。さーて、武器商人がそこにいるからそれはいいとして、リブローお前使ったな。わしのやぞそれ。道具を買う。売ってる？売ってねえし、やべえし。2回しか使えないか。ビーストキラーはあったら強いんだがね。経験値もボーナス経験値の量があまりにもしょっぽい。ではスキルを、もともとエリートはついている。でこれほんときついっすね。どうすればいいんだろうね。では行きます。石膏の報告通り。はい、投石の準備は万全です。マイエル将軍、あのマイエル将軍が突撃を開始。アイクが相手だってよ。まず助からねえな。うん、ここを抜かれたらもうほとんど後はない。一体どんな策を使う気なんだ。
さて、さあ、ミカヤ軍 VS とんでもねえな。えぐいよ、数が、差がひどすぎるよ。でしかもこっちが出せる人数ってもうなあ、出せないじゃん。はい、というわけでエディ君、なんかこうふわっと頑張ってほしい。ツイハークももうきついやろ。前回はツイハーク持ってて逆にきつかったからな。だから今回はツイハークの装備をエディに託す。で、作戦は、そうだね、よし、作戦を決めました。フリーダ丸投げ戦法でいきます。ではゲームオーバーになるかもしれないから今回はセーブをしておくぜ。参ります。全軍逃げろ。よし、寄せ、移動。そう、友軍たちにそこまで過度な期待をしても仕方がない。であればもうみんなで逃げる道を選ぶしかない。そしてフリーダは戦う道を選ぶしかない。思ったより敵が強え。いきます。あいよー。そう、フリーダ、お前の戦いに全てがかかっている。エリートついてこれなのか。オルグ君、1,2,3,4,5,6,7。よし、こっちはこれでもう待機だな。塞ぐしかない。で、あんまりね、自由に動かれると厄介だ。いっそフリーダに守ってもらう方が確実でいいでしょう。任意にするにしても集まってからだ。右のフリーダ、左のそれ以外全員、分かりやすくていい。待ち伏せか、不覚。何事じゃ。アイク来たらやべえぞ。避けられたぜ。さすが濃厚だぜ。全然倒せないぜ。草。これやべえな、多分。左もえぐいよ、これ。てか、これ下手したらミカヤがまだ戦える部類なんだよ。左。やばいよ、やばいよ。いっぱい来てる、いっぱい来てる。うえ、回復。やられるぞ。オルグ君を担ぎたかったんだが、担ぐ余裕とタイミングを見誤ったな。よし、1,2,3,4,5,6,7。1だからここだな。よし、なんとかみんなで生き残るぞ。ターンエンドだ。全員集合。身を守るんだ。よし、この人数だ。左は大丈夫だろう。とんだ地獄の光景になったもんだぜ。これ敵、デイン軍編だから敵のレベルはあんまり高くないね。その辺調整されてんだな。フリーダさん無双でも全然チャップの時と経験値の入りが違うよ。よし、下
給食もいるからね。はいよはいよ、よし、我が軍の退位を頼むぜ。さあ敵が詰まってきたし、数も減ってきてるね。よしよしよし、帰ってった。ざまあないぜ。どえらいところから来たぜ。どえらいところから来てるぜ。うお、よりどりみどり。ではオルグ君出番だ。これ外したらどえらいことになるんだよな。もうやめといた方がいいか。いや、あわよくばね、支援をしてもらおうと思ったんですけど、最初のターンしかその隙はなかったようで、思ったより敵が強い。失礼、エディと申す。よし、サザと申します。まあこれで大丈夫でしょう。ふう、あと30体きついっす。ミカヤは完全に塞いでいるからね、安全だ。なぜあいつ袋叩きされていたら大丈夫か。そうはならんやろう。お、バケツリレーが始まった。仲が良くて何よりだよ。準備がいいな。デインの中でも竜騎士は相当強いので、意外とあそこに行っても耐えるかも。まああんまり倒してほしくないんだけど。よし、あーそうでもねえ。ダメか、竜騎士でもダメなのか。血が詰まってる間にどうにかフリーダさんで。うわ、こうもあっさり。大丈夫、でも意外と敵がスカスカになってきましたね。なんとかいけそうかな。ふう、地獄のような光景だが気のせいでしょう。やっと来た。ふう、お前担げねえじゃん、化身してるから。なんてこったい、馬なんですけどこっち。やべえよ。まあ今一瞬連れてきた瞬間やべえかもと思ったんだけど、なんか重かったわ。痩せろ、やべえな。せめてオルグに攻撃が行きづらいような立ち位置にしないとな。二方向ぐらいは耐えろ。すまねえな。でこの次のターン化身が削れていい感じになると思うんで、申し訳ねえがこのターンは我慢してもらう。サザさんがミカヤを守るためにすごい成長するってマジ？気のせい。よし。左は大丈夫なんだが、まあでもオルグさんもそんなぶっちゃけそこまで弱くはねえだろう。思ったけどボコスカ食らってますね。昔強かった頃のオルグはどこ行ってもうたんや。
よしよしよし。こっちはもうどうでもいいんだよ。こっち死なねえでしょ、誰も。なんかあっち行ったりこっち行ったり楽しそうだな、お前ら。人生楽しそうだな。討伐数1位やるやん。